腰痛の解消を科学的に立証した研究は世界で初めて行われます。すごいですよね。でアメリカでもね、特許を取ってるんですね、肝症候。日本では手技療法って特許は取れないので、アメリカでは取りました。だからアメリカの人たちもね、こう受けに集まって、ね、わざわざ来てくれる方も見えない。あと他でも坂戸先生やっぱりいろんな特許をいくつか日本でも取ってるものもあります。肝症候、慢性痛が治せるようになった痛みですね、腰痛肩こり五十肩偏頭痛やそういった慢性痛、だらだら痛いよって治ったと思ってもまた再発するっていう慢性痛が坂戸先生の肝症候でもう治るようになったんですよ。自分で治せるようになった。